2020年11月29日、去年のちょうど今日ですね、1年前に、私はある夢を叶えました。改めましてどうも、ハイチーです。今週はちょっと勉強と関係ない話になってしまうんですが、どうしてもですね、今毎日いろんな方から相談とか質問をいただいて、それを読んでいる中でどうしても伝えたいことがあるので、ぜひ学生の皆さん、倍速再生でも構いませんので、ちょっと休憩がてらこの動画お付き合いいただけたら嬉しく思います。で、冒頭の話なんですが、ちょうど1年前に私は情熱大陸という番組に出させていただいた日なんで、その放送日が去年の11月29日でした。で、もしかしたら、生放送もした日でしたし、見ていただいた方もいらっしゃるかもしれないんですが、あれはですね、私がちょうど12年ぐらい前からですね、放送日から考えると12年ぐらい前から、周りに言い続けていた夢なんです。当時は私は塾講師をやっていた時です。で、もともと情熱大陸っていう番組が好きだったのもありますし、自分っていう本当にあんまりこうなんだろうな、パッとしない人生を送ってきたとずっと思っていた人間だったんですね。で、それを、自分の人生、これから頑張って塾講師やっていって、その後どうなるかわからないけれども、この人生をプロの人が取材をしてくれて、プロが切り取って編集してくれたら、どういうふうに世の中に発信してもらえるのかっていうのがすごく見たかったんです。で、やっぱ情熱大陸ってすごくおしゃれにというか、こう内面まで掘って、取材していただけるので、それが夢だったんですね。で、当時からもう本当あれですよ、無名のただの塾講師ですからね、一般人のの時に周りに行っていて、もちろん応援してくださる方もいましたけど、でもやっぱ多くの方がやっぱ鼻で笑われることのが多いんですよ。何言ってんだよと、一般人のくせにみたいな、出るわけねえだろうがみたいな言われてて、で、自分もつてなとかって言うんですけど、内心はちょっと思っちゃってるわけですよね。だってつてもないですし、別に才能も力も個性も何もなかったから、だからどっかでね、叶ったらいいなぐらいしか思ってなかったんですけど、でもやっぱり夢を公言する、口に出すっていうのはずっと大事にしていて、いっぱい鼻で笑われようとも、ハイチ、ハイチってお父ちゃんハイチじゃないですけど、ハイチっていう人間、私がこういうこと、こういう夢を持ってる人間なんだって、いろんな方に知ってもらえることによって、どっかで何かがつながっていくと思ってたんで、ずっと公言をしてたんです。で、なんで今回この話をしてるかっていうと、今、最初にも話したように、いろんな方から今相談を、フォームを作っているので相談をいただいてます。で、特に学生の方からの相談が多いんですが、読んでいて非常に感じるのが、夢を持つことを諦めてる方が多い、夢を持っちゃいけないんだって、チャレンジしちゃいけないんだっていうふうに感じている方がすごく多くなってます。特にここ2年で、理由はいろいろあると思いますが、多分一番の理由はコロナです。はい。で、コロナになって、ご家庭によっては、例えばお父さんお母さんのお仕事がちょっと厳しくなってですね、こうお家の中でお金の話とかが非常に昔よりも出てくるご家庭も増えたと思います。で、その中で何件か実際そういう声があったんですけど、もう夢なんか見るなと、堅実に生きろと、とにかく安定してお金を稼げるような仕事に就けと言われますという方も結構見るんですね、そういった意見も。で、自分も2人の息子を育てる身として気持ちはわからないでもないです。できれば子供に苦労はしてほしくないですし、苦労はした方がいいとは思ってますけど、でも苦労の種類もあるの で、自分も昔、塾講師になる前ですね、営業マン辞めた後にバイトを2つ掛け持ちして、毎月のこうお金を捻出して、それでも貯金残高が減っていって、あと2ヶ月で貯金が底をつくとこまで来た時があって、で、お金 のプレッシャーというかストレスってものすごいんですよ、不安って。だからそういった思いはさせたくないなとは思います、自分の我が子に対して。でもやっぱりそれでも夢は持つなとか、チャレンジするななんていうことは言いたくないんですね、自分の子供にも、そしてみんなにも。だから、今回この動画では大きくざっくり言うと、夢持ってこうぜって、みんな自分の思い大事にしていこうぜっていうのが言いたいんです。で、それはやっぱり夢ってすぐ叶うものじゃないですし、私のこの情熱大陸にしても12年かかってるわけです。で、今自分が夢なんですかって言われたら、例えば名刺とかにも書いてあるんですけど、私いろいろあるんですよ、夢が。例えば CM に出てみたいとかね、歌を出してみたいとかね世界一周旅行行きたいとかね、個人的なことになりますけど。
で、自分のこの人生をかけてチャレンジしたいもので言うんだったら、やっぱり今やっているこの YouTube だけじゃないですけど、何かを学ぶ、例えば学校の教科書の内容を勉強するっていう時に、それがお金をかけなくても無料のコンテンツでも学ぶことができるんだよっていうのを日本で当たり前にする、それが一つの目標で、もう一つ大きな柱としては学校の先生、皆さん学生の方がいらっしゃれば普段学校行ってると思うので、学校の先生の社会的地位を上げたいっていう、学校の先生の働く環境を変えたいっていう思いがすごくあります。でもこれも今校舎に関してはここ2年3年すごくいろんなところで行ってるんですけど、今ちょうど12年前の情熱大陸と同じなんですよ。結構鼻で笑われるんです、 YouTuber ごときが何言ってるんだいと学校の中いないですからね、あなたが一人声を上げたところで何も変わりませんよと言われたこともありますからね。ですけどわからないじゃないですか、そんなこと。だって未来は誰も知らないんですよ。タイムマシン持ってますかって、持ってないですよねって、ドラえもんですかで違いますよねみたいな。だから自分が叶うかどうかって、そこを信じられるかどうかだと思うんです。で、自分がよく大事にしている言葉があって、それが、夢はそのね、叶う叶わないって不安になる方もいると思うんですけど、叶うまで追いかければいずれ必ず叶うと思ってるんです。自分は叶うまで追いかければ、心折れずに途中で諦めずに追いかけ続ければ必ず手に取れると、ね、届くんだって。ただ寿命が間に合うかどうかの問題、ただそれだけだって、じゃあいつもそう思ってます。だから今言った2つの目標、日本でね無料で学ぶっていう選択肢を、みんながそれを使えなんて思ってない、ただそういう選択肢もあるよねって、そういう学び方も一個の手段だよねって、だからそういうふうに、今でこそちょっと減ってきましたけど、多分これ見てくれてる方の中でもいると思います。家で自分とか他の方でもいいですね、 YouTube で授業動画を見て勉強してる時に親御さんに、何 YouTube 見てんのって、やめなさいよって怒られる方今でもいますからね。本当に悔しい、それに関しては、ね、子供が頑張って勉強してるのを先入観だけでそうやって言われてしまうのは。でもそれがもしそのお母さんとかお父さん世代の、俺よりちょっと上の方たちかな、の中でも当たり前になったら、あ、 YouTube で勉強してんのね、頑張りなさいよって言ってもらえる、そうしたいんですよ。で、学校の先生のねことに関しても、自分は学校の先生がもっと例えば働きやすく、そして生き生きと自分のしたい授業をやれるようになったら、やっぱり、ね、生き生きってすごい伝染すると思ってて、特にこうやって今画面越しでみんなにこうやって話してますけど、学校では対面でしょ、その一個の教室の中で先生の生き生きした授業、それがもし肌に合わない方も絶対いる、万能なんてないから授業とか先生に、でも生き生きとしてるその空気感とか発言とかその行動で感化されて、なんか私も頑張ってみようかなって思うことって必ずあると思う。だから結果的に先生方が生き生きと授業できるようになったら、子どもたちが幸せになると思ってる。だからそれをチャレンジしたい、なんと言われようと。もちろん今何ができるかなんてそんなに分かってないです。ちょっと今チャレンジしてること、今準備してることはありますけど、それをやったところで激変はしないです。すごい変わってはいかないけれど、コツコツ積み上げることは、この YouTube もそうですけど、10年間10年目ですけどね、この活動10年間積み上げてきたので、それはできる自信があるから。だから10年後、そんなかかるかわからないけど、俺が46歳50万になった時に、もしかしたら学校の先生の印象が今より全然良くなっていて、先生の働く環境とか、先生と保護者の関係、先生と子どもたちの関係とかがもっと違う形になって、この10年前のこの状況をさ、あの時ああだったよねって懐かしめるようになるんじゃないかなって俺は思ってます。だから今こうやって公言して、もちろんこれ見てくれてる方が何人かわからないけれども、鼻で笑う方はいるでしょう、いいんです。だって全員に応援してもらえる夢なんてないんだから、みんなも覚えておいて、全員が味方になってくれるわけじゃない。一番応援してほしい家族、兄弟、家族同じか、家族、恋人、友達から鼻で笑われることもあるでしょう。みんながね、興味持ってるものとか夢とか目標をね、口に出した瞬間に。でもそれで折れちゃダメだよ。最初にも話したように、確かに堅実に生きることが大事に感じてる世の中になってる、ものすごい不安だったり不安定な世の中になってるからね。でも自分が持った興味関心、それが何がきっかけかわからない、 YouTube かテレビか雑誌かわからないけど、みんなが何かで興味を持った、その興味を大事にしてほしいんだ。興味って簡単に消えちゃうんだよね。なんか頑張ろうと思った気持ちもそう、何かこれ興味あるな、楽しそうだなって、この仕事ちょっと興味あるなって思った気持ちも、だいたい一晩か二晩寝ちゃったら消えてっちゃうんだよね。
だからそういった時にもしかしたらいろんなこういうの興味あるんだけどどう思うって言った時にやめなさいよそんな仕事とかあんたに合ってないわよ向いてないわよって言われることもあるかもしれない。そんな時はなんでそんなことわかるんだって思ってやんな。私は私の人生だからって、人生みんなの人生の主役はみんな自身だよ。周りはサブだからみんなが主役なんだから、だからぜひこれをね言ったところでみんなの人生が変わるわけではない。それは分かってる、分かってるんだけど、みんなが例えば興味を持ったこととか夢とか目標何か抱いた時にその思い、自分が持った思いっていうのをぜひ大事にしてほしいんです。でこれは最後ちょっと、このチャンネルね一応、勉強のチャンネルだしで、12月にもなって受験生がね本当にきつい時期になっていくのでちょっと受験生向けに話をシフトしますけど、最後にね受験生特に12月はですね本当に辛いです。辛い、受験直前にもなるしうまくいかない、何やってもうまくいってる気がしなかったりとかいくら勉強しても伸びてる気がしないっていう風になってどんどん自己否定、自分を否定してしまう流れになりやすい。そういった時に多分今一番受験生の一番身近な目標って多分志望校合格になるじゃないですか。だからその志望校合格っていう目標とそれをなんでそこを目指してるのかって、そこに合格したらどういうことをしたいのかっていう未来図も、自分のそこに通ってる未来もしっかり想像しながらもう一回足元をね見てほしいというか、自分がどういう思いでここを目指してるのかっていう思いの部分を大事にしてほしい。でそれをしっかり大切にしながら一歩一歩前に進んでいってください。いいですか？勉強してるのに前に進めてないなんてことはないからね。絶対ね、毎日必ずレベルは上がってるんだから。いい？でもそれを俺がいくら言ったって、周りの友達がいくら言ったって自分自身でそう思えなかったらやっぱりエネルギーにはならないからね。だから自分を信じることで誰にも負けない、いいかい？自分を信じることで誰にも負けない1ヶ月にしていってもらえたらと思います。ちょ最後ね、話が受験生の方にシフトしてしまったんですが、ここまでお付き合いいただきありがとうございました。この動画を見てですね、鼻で笑う方もいるかもしれませんが、一人でも多くの方がもうちょっとね頑張ってみようかなとか、自分と向き合ってみようかな、自分の思いを大切にしてみようかなと思ってもらえたら嬉しく思います。はい、ということで今週の動画は以上でございます。またね来週の月曜日喋っていきますので、よかったらそちらの方も見てみてください。では今週は祝日がないですが、1週間お互いね頑張っていきましょう。それじゃまたね、バイバイ。